156番です、開口端補正を考えましょうという問題です。 600Hz のスピーカーの音がこの空気と共になります、共鳴します。この空気の柱は常に 600Hz の音と共鳴します。どのように共鳴しているかというと、13センチの位置で共鳴しました。こうなっています。芋ができました。固定端では節、自由端では腹です。ただ腹は少し、管の端よりも出ています。この距離を開口端補正と言います。次に41センチの位置に、壁を置くと共鳴しました。つまりこのような定常波ができています。こうですね、腹、節、腹、節というのが41センチです。ここも少し腹は出ています。はっきりしていることはここです。41から13を引いた28センチ、A から B の距離が28センチ、そこに芋が入っているということがはっきりしていますから、ラムダは28センチの2倍、56センチであること。それからここの開口端補正ですけども、この距離は芋の長さが1個は28センチですから、半芋が14センチ、管 OA が13センチですから、ここは1センチ、これが開口端補正になります。2番です。音速です。音速は V イコール F ラムダです。振動数が分かっていますから、ラムダが今分かりましたから、これを代入しましょう。 600Hz の振動数で気柱が共鳴しています。その時の波長は56センチ、 0.56m です。音速は 336m/s になります。続いて C の位置、 OC の長さですけども、次にピストンを下げていって共鳴する状態は、腹節、ここに芋が1個で B まで行きました。 C の壁の部分、固定端で節になりますから、このような共鳴の定常波ができています。ここが13センチ、ここは芋1個分28センチ、もう1個分28センチですから、OC の距離は69センチとなります。4番です。振動数を大きくしていきます。 V イコール F ラムダの振動数を大きくしていくと、音速は変わりませんから、空気ですから、ラムダが小さくなります。つまり短い芋がこの気柱の中にできるということですね。この半芋と一芋がB の状態で定常波を作っているわけですが、もう少し短い芋で左端が腹、右端が節になるようにということは、2個半の芋ができるわけです。つまり、大雑把に書くと5等分してもらって、ここに芋を書いてもらうと、少し振動数の高い音、つまり波長の短い芋がこの中に完成します。この振動数を求めようという問題です。この芋の長さを求めたらいいわけですが、はい、ここからここまで41センチです。で、開口端補正が1センチあります。つまり42センチ、42センチの1、2、3、4、5等分のうちの4つが波長です。つまり 33.6 センチの波長になります。F' はラムダ分の V ですから、 33.6 分の336m/s で10、0.336m ですね。したがって1000Hz となります。最後5番ですが、冷やしました。冷やすとどうなるかというと、この状態なんですが、冷やすと音速が遅くなります。
冷やすと音速が遅くなります。そうするとこの V が小さくなるわけですが、スピーカーから出ている振動数は変わりません、変えていませんから、これは一定なわけですね。これは一定です。ということは音速が小さくなるとラムダが小さくなります。 F は一定ですからラムダが小さくなります。つまりこのイモが短くなるわけです。で、共鳴をさせるためには筒を短くする必要があります。